こんにちは。インターナショナルワイヤークラフト協会の土屋千恵子です。今日は番外編ということで、こちらの使い捨てマスクの作り方をご紹介したいと思います。こちらのマスクは使い捨てマスクをいろいろねご紹介している方たちの作り方を参考にさせていただきながら、より簡単に綺麗に低コストで仕上がるように工夫してみました、こちらの使うものですね。使うものをハサミと定規と、できれば消毒をしておきます。それから、テーブルにラップを敷くか、もしくはこのようにねマットにラップをかぶせておきます。それでは使う材料なんですけれども、こちらの業務用のリードペーパーの小サイズですね、 214mm×240mm というサイズが切らずにそのまま使えるので便利です。でもしこちらがね手に入らない場合は、リードのクッキングペーパーでも大丈夫ですので、同じサイズにカットしてもらうと使いやすいと思います。それではまずね、ペーパー1枚カットします。そしてミシン、カットした方のねミシン目が手前に来るように置きます。で、今はちょっとね見えやすいようにラップを外してますけれども、ラップを敷いた上とかでやると衛生面でも安心かと思います。そうしましたら1センチ幅の両面テープを貼っていきます。高さは目分量で大丈夫ですね。10センチ以上でカットします。でこのねミシン目の真ん中あたりに端に沿わせて貼ります。そしたら今度 4,5 センチで2本切りますね。そしてこのスペースの真ん中よりちょっと外側ぐらいですかね、でこのね 4,5 センチで切って、真ん中よりちょっと外側ぐらいに貼ります。3箇所ですね。この両面テープに沿わせて折り目をつけます。で両面テープを剥がしますね。剥がしにくいときは一回ギュッと指で押さえてからね反らしてあげると剥がしやすくなります、でここにねワイヤーを入れていくんですけれども、こちらは日本化繊さんから出ている、自由自在の 0.9 ミリのスノーという白いお色のワイヤーになります。でこのワイヤーはすごくしなやかなので、鼻の形にフィットして使いやすくておすすめなんですけれども、もしこれがね手に入らない場合はね、ラッピングなんかで使うワイヤータイというものがあります。細いワイヤーが入ったものですね。こういうものですとか、あとこれは平行さんのペーパーワイヤーといって、こう紙の中に細いワイヤーが入っているものになります。このように細いワイヤーが入っているものをね10センチでカットしておきます、でこのねワイヤーをこの真ん中あたりにこうくっつけます。そして両面テープを貼ります、そうしましたらね、また今度は、5、6センチで大丈夫ですので、真ん中と両脇の3箇所に貼ります、そしてまた折り目をつけてから剥がします。これそれぞれ外側から剥がすと剥がしやすくて、
ここはね、ちょうどワイヤーとかが入っているのでちょっと剥がしにくいんですけれども、丁寧に剥がしていきます。はい、そしたらここもう一人ですね、両面テープで貼ります。はい、そしたらここで一度裏返しにします。裏返しにしてこの端を合わせて真ん中に折り目をつけます。そしたら開いて、それぞれね、この真ん中の線まで、ね、折り目をつけます。はい、そしたらまたこう裏返して最初のね折り目をつけた方が表側になってますね。はい、この端っこにまた両面テープをつけていきます。また5、6センチでね、こうカットして真ん中と両端ですね、ね、3箇所に貼っていきます。また両面テープに沿わせて折り目をつけて剥がしていきます。ちょっとこうね、持ち上げて沿わせてあげると剥がしやすいです。はい、そしたらここね、また貼っていきます。こんな感じですね。今度プリーツを作っていくんですけれども、このね、ワイヤーが入っている方が今向こう側にあります。こっちにワイヤーが入ってます。でワイヤーが入っている方に一番近い折り目を、ね、お山形に持ちます。でポイントはこの両端を押さえながらお山を作って、このちょうど折り目ですね、折り目に沿わせて向こう側にワイヤー側に倒してあげます。でちょっとアイロンしてあげて、でまた次のお山を、2個目のお山を上に向けて両端押さえといて端に合わせて折り曲げる。もう一つこうね、お山があると思いますので、ここもこんな風にまたで全部押さえようとすると大変ですので、さっき曲げた最後に曲げたところをね、押さえながらお山を作って倒していくと作りやすいです。はい、で今こう横向きになってるんですけども、右側が下になるようにこうね立てます。そして消毒した定規を手前に当てます。このね、一番下のところに両面テープを貼っていきます。今度向こう側を留めたいので、向こう側に近い方に定規で押さえといて、こっちですね、これも端っこに貼ります。でまたこの両面テープに沿わせるように折り曲げて、ね、剥がして貼ります。こっちもですね、折り曲げといて剥がして貼ります。そしたらこの両端にまたもう一回両面テープ貼っていきます。これだけですとちょっと薄いですので、鼻と口に当たる部分を作っていきたいと思います。はい、もう一枚ペーパーをカットして、ミシン目の方ですね、ミシン目、カットしたミシン目の方を合わせて
半分に折ります。そしたら、ね、折ったところで切っていきます。1分の1に切ったものを3分の1に折っていきます。この時に、少しだけですね、5ミリぐらいですかね、ここ見えますかね、5ミリぐらいちょっとずらしておくのがコツです。下から上にかぶさる方を5ミリ下ぐらいにしておきます。で、今度はそうですね、3センチぐらいで大丈夫ですので、2本両面テープを切って、このずらしたところの端と端にこのようにね貼っときます。で、この貼った方を剥がして本体に貼っていくんですけれども、ワイヤーが 上にある方です。ちょうどこの1段目のプリーツにね、沿うように貼っていくといいですね。このあたり、このちょうど1段目のプリーツあたりに貼ってあげるといいです。はい、で、次にマスク用のね紐なんですけれども、紐が手に入れば仕上がりがより綺麗になっていいんですけども、マスクの紐が手に入らない場合はストッキングの足の部分ですね、この足の部分を、ね、2つに折って、ちょっと端っこ落としますね。はい、で、2センチぐらいですね、2センチぐらいでこのように輪切りにしていきます。ね、2つ切りましたら、これを開きます。で、ビョンビョンってちょっと軽く引っ張ってあげるとくるんとこんな感じになるんですね。これ白いストッキングだとよりいいかと思うんですけども、肌色のストッキングでも意外とつけてみると肌に馴染んで違和感ない感じです。あんまり引っ張りすぎない、ほどほどにちょっとね軽く引っ張っておきます。はい、そしたら先ほどの本体に取り付けていくんですが、ここにこう引っ掛けてまず折り目をつけますね。で、ちょうどこの内側のね口のところに当たる部分に沿うようにこう折り目をつけてあげます。で、折り目をつけてから両面テープを外して、ね、紐に貼り付かないようにこうペタンって貼っていきます。反対側も紐を引っ掛けてちょうどこのねラインに沿う位置で折り曲げます。そして両面テープを剥がして紐にくっつかないようにダンって貼ってあげます。はい、これで完成ですね。完成したマスクをつけてみたいと思います。鼻のところに沿わせて少し引っ張る感じですね。はい、こんな感じ でちょっと両端ね引っ張ってあげるとフィットしますね。はい、こんな感じになります。お家にいる時間を有意義に過ごすためにもマスク作り結構ね癒されますので、よかったら作ってみてください。プレゼントしても喜ばれると思います。